今年の秋、皇居で執り行われる新嘗祭に献上する阿蘇コシヒカリを収穫する抜き穂祭が、令和2年9月13日、阿蘇市山田の建国殿で行われました。収穫の時期を迎えた阿蘇市山田の建国殿では、今年5月に田植えした阿蘇コシヒカリが順調に育ち、稲穂が黄金色に輝いています。抜き穂祭は、阿蘇市建国事業推進協議会のメンバーらが参列して神事が行われ、佐藤阿蘇市長や栽培者の大田黒元義さん夫婦らが、たわわに実った阿蘇コシヒカリの稲を刈り取り、阿波と一緒に神前に備え、玉串をあげて稲の生育に感謝しました。収穫した阿蘇コシヒカリは、今後、脱穀、精米して、来月6日、阿蘇神社で報告祭を行い、白米 1.8 リットルと、阿波 0.9 リットルを献上することになっています。近いようで、長い感じ。ようやく今日が迎えられたという、一応、安心はしております。